破片を SCP-2002 の事故現場から回収しているサウジアラビア人員。アイテム番号、SCP-2002、オブジェクトクラス、ニュートラライズド、2000年、月、日より、ケテル分類廃止、特別収容プロトコル、SCP-2002 の封じ込め手段として、移動性の、天文学的な物体の発見、追跡、研究、議論のいずれか、またはその複数に関わった全組織。全個人に対する組織的な誤情報の散布を行っています。それら周辺組織を巧妙に操作し、SCP-2002 の性質を混乱させることに特別な焦点が当てられています。公衆漏洩した SCP-2002 の画像はすべて、電子改ざんにより除去され、陰謀論者の仕業であるとします。この目的を果たすため、関連するメディアに財団が雇った専門家を外的調査プロジェクトのコンサルタントとして推薦してください。現在、過去、あるいは将来予定されている偽情報流布作戦についての具体的な情報は、ドキュメント写真譜、2002D、デプダイアブ 2.41 を参照してください。致死的な武力行使については、SCP-2002 に関する情報がどんな形であれ公開されることから保護するために、認可されています。SCP-2002 の破片、その乗組員の残骸は、サイト、102へ収容され、さらなる SCP-2002 の起源調査のために用います。現プロジェクト主任アースリンジャー、エースリンガー、博士にコンタクトを取り、このプロジェクトについての情報を得てください。REM、エースル1、2006、0217。SCP-2002 が無効化されているのにもかかわらず、これらの取り扱い方は無期限に実施されることに注意してください。説明。SCP-2002 は地球と直接衝突する軌道にある宇宙船でした。発見の後、財団真宇宙調査士さんはいくつかの画像を何とか中継し、SCP-2002 のデザインと開発中、データ削除済み、のある時点で確立されたデザインとの間に数多くの類似点があることを示しました。この事実に照らして、残骸から得たデータを考慮し、SCP-2002 は時間連続性異常と分類されましたが、現行の現実連続体で発生したものであると考えられました。SCP-2002 の無効化が行われた結果、プロジェクトスタッフがこの仮説を実証することは困難になりましたが、それでも SCP-2002 の破片からこの仮説の裏付けとなる証拠が得られています。SCP-2002 は推定直径450メートルの球状線からを保有していました。この中央柄には、推定直径 1.7 メートルの昇格が3000個ほど付随していました。SCP-2002 には、いかなる推進装置、外部発電装置も見受けられず、また個々の区分室、コックピットのようなシステム、居住に適切な空間、貯蔵庫。その他識別できるシステムもありませんでした。財団セット I 観測施設を用いたあらゆる更新の試みには、財団の通信網に特定した無線周波数による SCP-2002 からの自動放送が応答されました。非財団の施設より送信された信号は、SCP-2002 の応答を誘発しませんでした。これは歓迎信号の発信源を認識できるということを示唆しています。自動放送の写しについては、ホイ 2002A3 を参照してください。調査によれば、SCP-2002 から放送されたメッセージは、SCP-2002 が独力で地球への帰還を促進するシステムを保有していることを示唆しているとみられます。いずれにしても、万一その過程が誤りだと証明された場合、着陸による潜在的な影響が懸念されるため、SCP-2002 はケテルに分類されました。SCP-2002 は秒速 12.5km を維持したまま、2000年、月、日日級の大気圏内に再侵入すると予想されていました。SCP-2002 の帰還の結果として、あり得る K、クラスシナリオの全てに対処するためのプロトコルが草案されました。1900年、月、日、財団衛星の遠隔探査システムによって、SCP-2002 は地球から 15.8 天文単位離れた位置にあるところを初めて見つけられました。SCP-2002 軌道の推定、またその軌道が全く変わらないと仮定した場合、SCP-2002 は少なくとも、年前には発見されているはずでした。
これは SCP-2002 またはそのクルーの意図的な試みではなく、偶発的な時間転移であることを示唆しています。SCP-2002 の自動放送の内容は、この仮説の信頼性を高めています。ホイ 2002A1 無効化報告 2002D ヌートアプト 1REV1.01 からの抜粋。1900年月日 SCP-2002 が地球の月を通過した日、以前は未確認機であった世界オカルト連合の衛星、強力な CO2 レーザー積載が SCP-2002 に砲撃し、中央柄を破壊、昇格を広範囲に分散した。さらにいくつかはレーザー光線で破壊されるも、中央核破裂時に、大部分が宇宙空間に漂うこととなった。少数の使用核89に連続的に飛来。2000年、月、日、これらの昇格及び船柄の大きな破片が地球大気圏に侵入した。世界オカルト連合による不当な SCP-2002 の破壊に関する調査により、サイト、102のワークステーションから送られる一連の暗号化された電子メールを発見。メッセージの解読で、GOC の漏洩情報を発見、GOC がカバーしていた SCP-2002 の基本的であるが詳細を得た。内部の誤情報がいくつか漏洩していたのに加え、SCP-2002 に関する事実上の正確な情報も漏洩していた。結局、メッセージの送り主は、と特定、レベル4研究員としてサイト、102で雇用されていたが、SCP-2002 プロジェクトには関わっていない。問題の人員はサイト、102施設から脱出しようとしたため拘留された。尋問され、その結果、データ削除済み、対傍聴活動において有効活用されている。情報の受け取り人の身元を特定する努力は失敗に終わったが、世界オカルト連合の取扱い者であると推定される。その後、財団資産はその組織が非常に基本的な情報をカバーするだけとはいえ、1900年という早い時期に SCP-2002 についての知識を備えていたことを確認した。この事件の結果、内外部のコミュニケーションに関するプロトコルは検討し直され、必要な部分は更新した。さらに、オペレーション、カーボンを指導。現在、将来における人員向けの標準的中性テストが開発できるまで無期限に置く。世界オカルト連合の衛星機は最終的に破壊、2000年、月、日にブラジルの熱帯雨林に墜落。財団武力によって露覚。財団が保管。多数回にわたる世界オカルト連合の返還要請にもかかわらずとどめ置かれている。この件に関する組織間コミュニケーションの詳細は、補足ドキュメント2002C、ディピンク、8REV1.12 を参照のこと。ホイ 2002A2 GOC から確保した SCP-2002 のドキュメント。KTE-481 脅威 ID KTE-481 ティフォン地球衝突軌道上の巨大未確認物体。認可レスポンスレベル4、重度脅威。概要、地球との衝突進路上にある未確認の不自然な天文物である。財団が KTE-SCP-2002 と指定、お未知の理由で追跡しているとの事実が秘密工作員による情報から示唆されている。しかしながら、具体的行動も進展を止めるための措置も未だ実行していない。当 KTE に関して入手可能な情報については、秘密工作員からの実地報告、附属書類1、16を参照せよ。対象は球形であり、推定直径450メートル。1476FT、未知の目的で付けられた複数の球状物資を伴う。これらが兵器である可能性は無視できない。推進装置は物体の表面上には見られない。発電装置も同様に不在であるようだ。地上 GOC 施設、USS、米海軍艦船から歓迎メッセージを定期的に送るも、対象は応じず。現段階での衝突時間計算、GMT-2000年月日。もし妨げられることなく KTE-481 が原軌道上での進行を続けた場合、持続的な土砂降下物の推定から、エターナルウィンタークラス、無限冬級シナリオの到来が予測される。光線規定、対象が 0.0026 級天文単位内に到達した場合、全地球生命の絶滅を防止するために、収容は正当化される。
GOC 機動士サンター、アキシーを、この目的を達成するために永久警戒状態に置く。秘密工作員は KTE-481 を終了させた後、即座に脱会する。秘密写真資料へのアクセス権がある確認してください。クリアランスレベル承認。ホイ 2002A3 回収報告 2002D リクアプト 14REV1.15 の管理概要。2000年月日、巨大な SCP-2002 の中央柄と小玉が着陸した37分後、機動部隊ゼータ40デッドエンドクリーナーズと数人の現地ガイドがサウジアラビア首都リヤドから約 240km 離れた地点の破片に接近。数日の更新の後、全破片と、損壊した人間の残存物、見積もり、5人の成人男性、142人の男性新生児、21人の成人女性、377人の女性新生児、の大部分が財団輸送車に積まれ、シット、102に戻された。DNA 鑑定により、オフアイブを含む現在の財団職員と部分的に一致すると示された。ホイ 2002A4 SCP-2002 の自動放送の部分的写し。音声合成、英語、これは財団船 SCP-S メンデルです。私たちはあなたの通信を受けました。停滞プロトコル実施のために、現在、人員はあなたの信号に反応することはできません。あらかじめ録音してある自動放送を待ってください。女性の声、英語。こちらはアグネス、ヨーント博士です。SCP。の L4 プロジェクトを率いています。このメッセージを受け取っているのなら、私は嬉しい。この任務は不要だったと言えるから。SCP の最終収容違反が21年に襲ったとき、私たちはこの状況を回避する方法を見つけようと、長い時間を費やしました。最初、私たちは再配置が解決となるかどうか検証してみました。私たちは機能を作りましたが、結局どうかなかったので、月に施設を作りました。しかし感染はどうしてかいつも続きました。100% の無菌成立で、感染をさせないように、肺を受精させる方法を見つけました。少なくとも、その時は、彼らが停滞していたわけではありませんでした。計算上、影響が消失するのは0、0から、年かかります。選択肢はないですから、選ばれた彼らの肺と、世話を課される人員と共に宇宙に送り出しました。この船とクルーと貨物は蘇生して、地球に帰還する用意ができています。彼らははるばるやってきました。音声合成、英語。現在の予想到着時刻警告、帰還不整合エラーを検出。セクター。512A1 を我々の到着に備えて解放してください。音声合成、中国語、北京官話。このメッセージはこれより中国語で繰り返されます。中国語の後、メッセージはスペイン語、ヒンディー語、アラビア語で最後まで繰り返されました。